香木は心地よい方向を持つ木材のこと、人工と白断が有名である。白片に削ったものを加熱して、方向を楽しむのに用いられる。香木の方向のことを、こうという。白断は熱することなく、香るため、それ以外にも、仏像などの彫刻や、扇子や、樹脂などの材料として用いられる。ただし、香木の匂い成分を含んだオイルに、 木の欠片を付け込み、天然のキャラと称して、高額をつけ、商品知識のない消費者に対して、暴利で販売をしていることがある。一部の業者でこうした偽物を販売しているため、注意を要する。ランジ水湖天皇3年4月に、淡路島に鉱木が漂着したのが、人口に関する最古の記録であり、人口の日本伝来と言われる。漂着木片を火の中にくべたところ、 良い香りがしたので、その木を朝廷に献上したところ重宝されたという伝説が日本初期にある。東大寺小僧院宝物の中には、長さ1 5 6トル最大径4 3トル重さ1 1 6ラムという巨大な鉱木、大熟香が収められている。これは鎌倉時代以前に日本に入ってきたと見られており、以後、 権力者たちがこれを切り取っている。室町幕府八大将軍、足利義政、織田信長、明治天皇の三人は付箋によって切り取り跡が明示されている。東大寺の記録によれば、信長は一寸四方二項を切り取ったとされている。現在では、1992年4月に、全国たき物選考組合協議会が、上記の日本書記の記述に基づいて、 浸水公僕が伝来した4月と、河の字を分解した18日を合わせて4月18日を、お香りの日として制定している。現在、ほぼ全ての人口族全種は、ワシントン条約の希少品目、第2種の指定を受けている。ありがとうございます。